鬼滅の刃、加減の語、ルイ、何でもクイズ、全19問、ネタバレ注意、スタートです。一の問い。加減の語、ルイの拠点はどこでしょう。1番、那須ハイランドパーク。2番、那覇雲山。3番、那多雲山。答えは3番、那多雲山でした。二の問い。ルイは何番でしょうか。シルエットクイズです。答えは2番でした。3の問い。加減の語、ルイの身長は1番120センチ、2番130センチ、3番135センチ。答えは3番135センチでした。4の問い。加減の語、ルイの体重は1番30キロ、2番33キロ、3番39キロ。答えは1番30キロでした。5の問い。加減の語、ルイの血気術は1番黒死郎、2番パラサイト、3番年始奉公。答えは1番黒四郎でした。6の問い。加減の語、ルイは鬼になって何年ぐらいでしょうか。1番20年弱、2番50年弱、3番100年弱。答えは1番20年弱でした。七の問い。ルイの趣味は何番でしょうか。1番舞踊、2番めんこ、3番詰将棋、4番あやとり。答えは4番あやとりでした。8の問い。ルイの人間児の父親は何番でしょうか。答えは3番でした。9の問い。ルイの人間児の母親は何番でしょうか。答えは1番でした。10の問い。ルイの関係者は何番でしょうか。入れ墨問題ですね。
答えは4番母グモでした。11の問い。ルイの関係者は何番でしょうか。口問題ですね。答えは3番乳グモでした。12の問い。ルイの関係者は何番でしょうか。香りですね。三択。答えは2番かつての家族でした。13の問い。ルイの関係者は何番でしょうか。帯ですね。答えは1番姉グモでした。14の問い。姉グモの決起術は1番ドルドルボール、2番妖怪の眉、3番鳥かご。答えは2番妖怪の眉でした。15の問い。虫の呼吸に切られた姉グモの感想は1番小さいから舐めていたのよ、月の攻撃だし、2番今まで経験したことのない部類の痛み、3番毒の説明された時の絶望感やばい。答えは1番小さいから舐めていたのよ、月の攻撃だしね。16の問い。ルイの関係者は何番でしょうか。今度は目ですね。答えは4番アニグモでした。17の問い。アニグモの決起術は1番ピンクオアシス、2番クロロボール、3番クドクタン。答えは3番クドクタンでした。18の問い。ルイの入れ墨は何番でしょうか。4択です。答えは1番でした。19の問い。ラストです。ルイの口は何番でしょうか。答えは2番でした。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。
毎日午後4時に新クイズアップしております。また見てください。